モンさん、バラありがとうございます。ありがとうございます。こんにちは、ありがとうございます。はかどります。そうなんですよ、経過報告ねしようと思って結構進みましたよ。こんにちは。結構進んだんですよ、まあ、図形なんでね、結構ね図形なので少なかったんですよ、思ったより図形が。オンラインお話し会申し込みスタートしましたので、さつい30分前にぜひ待ってます。まだ終わってはないです、終わってはないですけどお待ちしてます。すいませんね、このパーカーのままで前髪は綺麗にしました。頑張ってます。はい、お15日オーバーありがとうございます。15日公演出るのでね、待ってます。ぜひ見に来てください。頑張ります。あそぼ豆がまだ届いてないみたいです、すいません、送ったのですが。じゃ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 ーん、見て。でもついにね、ルーズリーフが12枚目に突入しました。ほさ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 で、配信今日ね、こう昨日よりもこうあのガヤガヤしてて、今日お願いしますってあのめちゃね昨日よりもやってて、ちょっとつけれない感じだったのでつけてなかったんですけど、でもやっぱ何もなしだって寝てしまうと思ったので、コーヒー片手に、あ来てましたか、よかった、ありがとうございます。コーヒー片手にタイムラプスで動画を回しながら撮ってたんですよ。なのでタイムラプス撮ってたんですよ。でママとパパに証拠動画で送ろうと思って。レオちゃん呼んでた？そうなの？レオちゃん、お話し会申し込み中なので待ってます。ぜひ何枚からでも、1枚からでも何枚でもたくさんお話ししましょう。待ってます。今日ね服装のブログあげようと思うので、まああのもう決まっているところとまだ決まってないところが半分ぐらいあったのでね。え、7時間動画って上がってたんだすごい、そんなに上げてくださったのね上がらないと思ってました、長すぎるから。で経過報告ね、経過報告はなんとあと4ページになりました。イエーイ、午前中で5ページ進めました。でもね、いやでもほとんどがあれだった、二次方程式がめちゃめんどくさくって、二次方程式がめっちゃ多かったんですよ。でもほとんど二次方程式だけで4ページあってね。で掃除の問題をやりました。掃除はでもね図形ばっかりだったんで、ほとんどねなかったです、問題。頑張りました、進みました。もうね、もう今日、これは今日終わるという確信が、まあでも明日提出のやつはこの数学と他のもう終わったやつだけなんですけど、あの明日提出じゃないし課題もまだあるのでね、英語がそれはまだやってないので、それやらなきゃいけない。そう、掃除、いやでも今日もそれぐらい勉強しないと、英語もでもできれば終わらせたいし、単語も覚えたいんですよ。今日ぐらいしかね勉強できる日ないんで。そう、図形問題数少なかったんです。で昨日は結局あの後筋トレして練習してもうね眠ってしまいました今日もでも練習も筋トレもしたいし、英語の課題も終わらせれたらいいなと思います。掃除、それじゃないです掃除です、掃除。合う相談、そう不規則動詞と単語は本2冊2種類あるんですよ。お、私も掃除の勉強そっちじゃないです、掃除、クリーンじゃなくて今日も家ですね、うん、今日もこもってますこもってます、今日もクリーンじゃなくて。掃除って英語でなんて言うんですかね、
ビッグアンドスモールみたいな絶対違う。おはよう、遅いね、おはよう。そうやること本当多いんですよ。でも頑張ります。でもとりあえず課題が終わりそうでよかったです。あ、本当に一安心。あ、そうです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 。そう、もう終わりそうでほっとしてますあー安心。もう本当終わらないかと思ってたんで安心。クリーニング、クリーナー、違います、違います、違いますひと安心、もうほっとしてます。お昼ご飯食べました掃除、違います卒業式じゃないです。シミラリー、シミラリティ、シミラリティ。あ、ピンク持って、そうなんですね、私水色でした。ピンク持ってるんだ、恐ろしい色違いですね。お、申し込んできた、ありがとうございます。申し込んできてください。あ、お昼ご飯チキンでしたチキン食べたありがとうございます、楽しみにしてますね、会えるの。そう、オンラインお話し会申し込み受付中ですので、ぜひ、お待ちしてます。いろんなお話やいろんな服着るのでね、待ってます。明日の12時までです。今回で4月の分は終わりだったかな、4月の2日間は終わりだったかな、確か。申し込みもう1ヶ月切ってるのでね、楽しみ。お、インドネシアからタリバカシー、本郷伊豆葉さんのファンなんだ。タリバカシー、伊豆葉さん、ベリーサット、アイムサット、はいと、案件さん、ありがとうございます。ブヒヤマブヒヤさん、だるま、100個、だるまつり、わっしょーい、ありがとうございます。ありがとうございます。服装を見てから、したいなって思う方は、今日ね、服装のやつ書いたやつ、ブログにあげるので、それ見てからでもお待ちしてます。なんだろう。公園の話とか掃除の話掃除の話とかご飯の話でもゲームの話でも何でも話しましょう初めてのお話会楽しみです。めっちゃめっちゃ楽しみです。オンラインお話会だともう完全にそのファンの方と一対一なので、そのなもっと詳しいというか二人だけしかわからない話というか、なんて言ったらいいんだ二人だけの話ができるのでね、今日の昼ご飯は辛麺食べたの。私はチキンと何言ったっけ、チキンと人参食べました。なんだっけ、とピザの残り食べましたチキン食べました。カエルの日、わあ確かに。でも夏なんでね、冬の頃にお話し会するときはしようかな。カエル、あれモコモコなんでね、めっちゃ。あ、確かに音がつくメンバー確かに結構いますよね。結構いますね。でも結構いますねやりたいです。ネコネコさん、セミありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。そう、形から入るタイプなんでね、ちょっと真面目ちゃん風に三つ編みして今日は勉強してました。タイムラプスでやってました。
タイムラプス撮ってましたそう、でも9時半から勉強始めたので配信終わったら7時なんですけどね、あの勉強始めたのが9時半で、何してたっけそれまで私みたいな。7時から8時は仮眠してました。で8時から9時半まではおじいちゃんのご飯とか作ってモバメ書いたり部屋の掃除とかしてました、確か。で9時半から12時まで勉強したんですよ。で結構進められたのでね、英語の課題もこの調子で終わらせてたらいいな。夜の配信では終わりましたって言ってれるようにでも高校の準備もしなきゃいけないしね今日。そう、形から入るタイプ私もカエルで何位置踊るの、足開くかなみたいなこんなイベントにご飯作って私一人っ子です一人っ子です、一人っ子誰ですかお兄さん、一人っ子です。いやおじいちゃんの朝ごはんあれですよ、あのパン焼くすぐけ動きいっぱい、いやいやいや勉強はずっとじーってね。タイムラプス撮ってたのになんか気づいたら1時間ぐらい撮れてない時間があった。あ、おじいちゃんね、おじいちゃんおじいちゃんそう、もうこのルーズリーフの山ですごい達成感ありますよね。あ、おじいさまお話し会申し込み中です、お待ちします、お待ちしてます。ご飯いやでパン焼くだけですよパン以外のご飯ママが作ってくれてたのでね、そう達成感大事、達成感大事、もう達成感まだ終わってないけどそれだけですって感じか。また作りたいけどねちょっと時間なかったね、まあ仮眠取ってたね仮眠取ってました二度寝じゃないです、仮眠です仮眠です、仮眠。二次方程式がねめっちゃ多かったです、計算もう50問じゃどころじゃないぐらい問題があって、しかもねなんかルートばっかりで大変でした、大変でした。掃除もでも苦手なんで、照明がめっちゃね苦手じゃないんですけど、めんどくさくて嫌いなんですよ掃除、文書くのがめんどくさくて、口で説明したいんですけど文に書くのが本当めんどくさいんですけど頑張りました、達成感。冬はなすごい綺麗に揃えたくなっちゃうタイプなんですよ。仕事戻ります、頑張ってください。お仕事そうだね、お昼、お昼ですもんね、怖いなお待ちしてます。今日はやっと夜にね終わりました報告配信しますのでもうしますって言ってきますね、終わるか分かんないけど、そう頭で分かってるから頭でいいじゃんって思うんですけど、ちょっと書くのすごいめんどくさいんですよね、どういうかも書くのめんどくさい。あれちゃんの関西弁素敵、素敵ですか関西弁関西弁素敵、初めて言えた、ありがとうございます。関西弁そう終わ予定なんでね、終わりましたかっこ予定配信するので待ってます。あ、辛麺って読むんですね、ありがとうございます。辛いのね、辛いのね私も辛いの食べてないな最近、辛いラーメン。昨日筋トレしたらえっちゃ腹筋が痛いんです、腹筋よりは横腹が痛いですね、筋肉痛。そう次公園出る時に腹筋割って、あの腹筋割ってる、割ってるところを抜いてもらいたいなと思って腹筋割ってます今。前まで割れてたんですよ3つに、
6じゃないんですけど縦に111って感じで縦にこうやって割れてたんですけど、ちょっとしない間になくなっちゃってて、なのでもう一回割れるように頑張ってます。まあいけるかな、願望だよ願望。バキバキ。私は6よりもあの111が好きなんですよ、自分的に。111ってこれが好きなんですよ。こう頑張ります。まあ多分111はちょっとあと1週間2週間では厳しいかもしれないけど、こうまず頑張ります。こうはでもこうやってしないと出てこないかもしれない。でも9期生みんな腹筋割れてますよね、普段から。普段じゃないや、 DMM とかでもセーラー服でチラッと見えるときにみんな割れててすごいって思いますね。111ですよ。111かは知らないけど、私的な表現だから。盾です、盾。ヤホー、お疲れ様です、ありがとうございます。お仕事頑張ってください。お仕事ファイトです、ありがとうございます。頑張ります。残すは英語。もう数学まだあるけど、数学と英語。予習とも何も、数学と英語の課題のおかげで復習は大体できたんですけど、予習全くやってないのでちょっと心配なんですけど、大丈夫かな予習しなくてみたいな。ファイト、ありがとうございます。今日の朝の場面は私のジャンプの写真を送りました。思春期のアドリーナ。ジャンプのリハーサルとあの本番の、ぜひモバメもお待ちしてます。ウーカミンの発行師さん、お疲れ。ん？応援してる、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。そう、一応ね本番の満面の笑みでリハーサルもリハーサルで飛んでたんですけど、なんか歯が出てたんですよ本番。歯ってもう歯って言ってんかもしれない、私無意識に。いやーってランチタイムヤッピー、お疲れ様です。お昼ご飯食べましたか皆さん。お昼ご飯の時間ですかね。この前配信であのコスプレなの投票をしたんですね。あのどの服がいいですかっていう、浴衣とチャイナ服とみこさんだったかな確か。できっと多分一人一つっていうのを私が言ってなかったから全部投げた方が結構いたのか、綺麗に1から、ね、6まで揃ってたんですよ。だからもう一回するか、もうそれを採用するかで迷ってるんですよね。でも今日ねもう完全版を出そうかなと思ってるので、はい、ぜひお待ちしてます。オンライン話し会、オンライン話し会は誰々さんって言っても投げる、あそうかな言ってもあちょっとなんだっけ、誰々さんって確か出てくるんですかね。それだとああの方だって思って話せるから、あのその方固有のお話ができますね。なんて言ったらその方固有の、あ出るのね、じゃあ〇〇さんだっていう固有の話ができますね。お昼ご飯食べて昼休憩中、お疲れ様です。何食べましたか。寝てくださいね。いや寝て寝たらダメなのかな、わかんないけど、お昼ね。やーって多分言ってたかも。なんだろうハワー君って
ハワーくん。あ、匿名希望もできるのね。あ、そうなんだ。それはそれは。でも名前があると名前と顔が一致できるから公演の時も、ね、分かりやすいですね。でもお好きな方で。でも顔出しじゃなくても大丈夫なんですかね。分かんないけど、なんか先輩がインスタのストーリーにそんな感じのことあったような気がしなくも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 ないみたいな。お、カニクリームコロッケいいな。私の大好きなコロッケ界隈で、コロッケ界隈で私はカニクリームコロッケが一番好きです。その次はメンチカツ。あー、そうなんだ。ウーカさんのキャラクター、これね、ハバーくんって言うんだ。でもこれ NMB に加入する前からね、このアバター結構見てて、なんだろうと思ってたらウーカさんのやつなんですね。なんか可愛いね。ハバーくんって言うんだ。ハバーくん、ハバーくん、わかんないけど可愛いね。可愛い、こういう感じで。お、カニ玉あんかけチャーハン絶対美味しい。わ、いいな、美味しそう。食べましたけどさっき。どうなんだろう音声。でも本人わかんないな、どうなんだろう。でもなんかそんな感じのこと言ってたような、言った、どなたたかが、どなたたかが言ってたような気がするような、しないような。オンライン申し込みます、ありがとうございます。楽しみにしてますね、ありがとうございます。わ、きつねうどんいいな。うちの愛しいハワくん多いですって言ったら、ゆうかさん複雑ですね。ゆうかさんのファン、あ、そうなんですね、ありがとうございますね。結構いらっしゃいますよね。今だって5人いるもん。ブーン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 。この後も続き頑張ります。お昼ご飯食べたので水分は来ないか心配ですが、またタイムラプス回して頑張ります。あとやり直しというものもありますのでね、間違えたやつの。いやー頑張ります。あとはなんだっけ、単元円、円とあとなんだったかな。え、タイムラプスっていうのは、あの動画を回したら早送りになる動画みたいな、なんか勝手に保存されるときに勝手に早送りになってるんですよ。例えばなんかこうやって書いてたやつが3時間ぐらい私がずっと撮ってたやつが20、30秒ぐらいにまとまるみたいな、このぐるぐるぐる動くみたいな。なんかどうやったら伝わるかな。ヨーグルト、何、あ、リコーダー、ヨーグルト、リコーダー、リコーダー、ヨーグルト持ってくる間リコーダーするから。いや、なんだよ、いいのいいの、いやいやいや、いいかな。おー、勉強になった、あ、伝わった、よかった。じゃあママじゃないの。ね、すごい風うーちる。それじゃあ私もうあれですね、いろんな先輩にいることになっちゃうけど、もういろんな先輩になっちゃうけど、はい、なろうかな。あ、図形問題欲しいの難しいですよね。そう、先週ジャンプです、すいません。楽なのでね、家着と貸してます、お気に入りです、水色なので。
そう、早送り、そうそう。お母さん、花火花火。違います。お風呂が沸きました。何の合図でもないです。リコーダー私下手くそなんですよね。あんまりリコーダー授業でやらなかったんですよ。中学校3年間1回はやってないのと、小学校の時にリコーダーする時大体伴奏やってたから、リコーダー下手くそなんですよ。どうやってやるんだろレイってどうやってやんの？ちょ、高いレイってどうやってやんの？あ、どうもどうも。なに、ちょ、リコーダー、リコーダー、リコーダー貸していい？レイじゃないや、ミーってどっちのや。高い音が人間の夢と目覚めって言うんですよ、これ。そんな感じの氷で言うのだね、氷で言うのお母さんニコーダーうまいんですよね。ちくわぶえ、ちくわはあるけど笛じゃないですね、これママがそっと置いてた人参と一緒に。
ちょっと真顔真顔でしたから、リコーダーで笑顔って言うじゃないですか。無理です。リコーダーで笑顔は無理でした。いや、リコーダーは下手くそですよ。あ、目だけで洗う。ちょっと無理でした。チャレンジ失敗。こんにちは。ちくわあるんですけどね、これ指ついてないんですけど、あ、ついてる、なんか地味についてた。これ指なのかな、ママが開けたのかな、すごい申し訳なさそうな感じで、ほら。難しいです、これ可愛いですよね、私水色だし普通にお気に入りなんですよ。本当ちくわ笛って音鳴らないよね、どうやって鳴らすんだろうね、どうやって鳴らすのかな、どうやって鳴らすのかな。え、なんかさ、これ逆じゃない、これ、あ、こっちってこと、え、なんかさ、この形だと難しくないですか、ならないよ。先をちょっとつぶ、なるほど。こういうなんか山形の方がやりやすいんじゃないですかね。ほら、こういう感じ。口笛できないんですよ。なんか音変わっていきたくないですか、気のせい？正解？何かな？呼吸法じゃなくてちくわ笛やってます。吹けない、帰りまって
もうちょいできそう。そうなんですよ、なんかね、なんか雰囲気がちょっと前と違う気がするんですよ。ちょっと抑えてみたら、細いやつのがいいんですかね、これ太い系なので。トランペットと同じ要領でやってみよう。本当課題が現実逃避してる人の図ですよね。ね、なんか音出そうな気がしてくるんですよね、なんとなく。確かに湿りすぎるとなるのかな。食べました。あ、下の穴開いてるからなのかな。確かに中の空気入れるところのところを日程にすればいいかな。食べちゃったけど。ちくわみたいな桜じゃなくてね。調べてみます。野菜部音の呼吸。フルートやってる人とか同じ要領でできるんじゃないかな。私フルートやったことないからわからないけど、ガブリ、これ美味しいです、この太いやつ。15日公演に出るのでぜひ劇場でお待ちしてます。お待ちしてます。はい、待ってます。いつもとは違った感じなのかな。15日、薬飲みます。はい。いろんな吹き方があるのかな。あ、プロでもなかなか、あ、そうなんだ。へー、穴開けました。リコーダーでも加える部分があるけど、フルートって加える部分ないけど、なんかこの辺に息の穴置いて下にフーって入れるらしいですね。へえ、焼くんだ。うなぎのタレ。同じ魚だから合うのかな、味が。意思がないけど。ビビベベさん、ハートありがとうございます。オンラインお話し会の申し込みが明日の12時までとなってますので、はい、追加でも初めてでも気になってる方でもぜひお待ちしてます。次20時からできそうかな。課題頑張ります。残り頑張ります。目標は英語も終わらせる。はあ、頑張ります。頑張ります。フルート結構難しくないですか。リコーダーはとりあえず息入れれば音寝るんですけど、まあ、フルートも息入れるだけだけどなんかちょっと難しい気がする。はい、頑張ります。英語も終わらせるように頑張ります。はい、頑張ります。いや
ハンポンポセ違うね違う人だねは。何やったのかな。歌選んでました。ちょっといろいろ歌ってみようかと思いましたが、結局はラップタイムにします。ありがとうございます。そしてこの配信1位は、ブルー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 。
から結果報告しようかな。次の配信もお待ちしてます。10時からね。それではまたね。あ、次の配信も来てくれるかな。またね。次は20時です。またね。